水着ですか。これだけじゃなくて、あと次これですね。色ってことか。僕、来たら来たで、やべえことなんじゃないかなって。だって俺30歳を、これはなんかわかるな。これ多分スクミズですよね。逆に、なんだろうね。これもか。これもそうですね。これ着て誕生日迎えた方がいいのか。しかし、でも、俺もそうだね。一人のキャス主として、やっぱり、皆様を、喜ばせる存在でありたい、と思うわけです。そう。どれが、ちょっと待っててえな。わかったよ。ちょっと待ってね。せめて映らないとこで着替えないと、本当に僕、もういられなくなるんで、僕が僕でいられなくなる可能性があるんで、そこは本当にね、申し訳ない。ちょっと待っててほしい。ちょっと待っててほしい。本当にね。無理だろう。乳首ダメ。無理ですね。これ、乳首ダメか。乳首ダメっていうと、要はこういうことだよ。こういうことだよ。上まで上がりませんでした。上まで上がりませんでした。お疲れ様です。ちょっと待ってね。ちょっと待ってて。無理だから。本当に無理だから。見えるだろ、この位置は。あれ、パンツどこ行った？パンツ。ちょっと待ってね。申し訳ない。でね、さっき来てた時に気づいたんだけど、これ見てほしい。名前の欄なんだけど、これ新品ちゃうやろ。名前が黒くガガガガガガって消されてるんですよね。やべえやつなんじゃねえか、これ。終わった。終わる。キャスの生活が終わる。キャスの生活終わるなりあかんわ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーミー、ハッピーバースデートゥーミー。